今日はトランスフォーマープライムファーストエディションのオプティマスプライムをレビューします。ビークルモードのギミックとしてはタイヤがちゃんと全て稼働するのでコロ走行ができます。あとはコンボイなので当然のごとくビークルモードの時に頭を出すことができます。さらに足を展開すればここですね、このようにして足を下ろします。そうするとちょっと通りますよも再現できます。ただ残念ながら下半身がこっちが前になっているので関節が逆になってしまっており、ちょっとガワ奥っぽいですね。それでは早速変形させていきます。まずは武器を外します。そしたらキャノピーの部分を取り出してこのようにするとつま先が出てくって、これでキャップクープの完成です。そしたら顔を引き出してこのパネルを外して内側に折りたたみます。反対側も折りたたんでこのカバーを外して反転させて後ろに持っていってこのようにします。反対側もここを反転して後ろに持っていってここでロックです。そしたらこの部分を引き出して腕を出したらこのように上に持っていって左右に広げます。そしたらこの部分でロックをしてこぶしを取り出して反対側に持っていきます。反対の腕も同様に肩を引き出して拳を引き出したらこう折り曲げて腕を収納して腰を反転させて完成です。武器を持たせるとこんな感じです。それでは可動範囲を見ていきます。頭部はボールジョイントなんですが左右には動くんですが上下にはほとんど動きません。腕が360度回転して横には90度ぐらい上げることができます。肘も90度も上がってロールもあります。腰は変形の都合変形で回転しますがちょっと変な風に曲がります。足の付け根がボールジョイントで膝も90度ぐらい曲がります。でここにロールもあってつま先とかかとが動きます。それではビークルモードに戻していきます。まずは武器を外して腕を取り出します。前に合わせて下ろしたら腰を後ろに回して腕を反転させます。このようになったら拳を収納してボンネットを作ります。
この部分をきれいに噛み合わせたら、腕を折ってこのピンを差し込みます。そしたらカバーを開けて、この部分を取り出して前に持ってきます。で、ここをこのようにして、反対側も同様にカバーを出して、展開して左右を合わせて、このカバーも取り出して元の位置に戻します。頭部を収納したら、足をくっつけて元の位置に戻して、上の部分をくっつけたら、このまま上に持っていって完成です。あとは武器をつけるだけですね。ビークルモードです。いつも変形合体動画を見てくれてありがとうございます。トランスフォーマーなどの変形合体するものを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。